三沼大用水三沼大用水は、江戸時代の1728年、教法13年に、幕府の役人であった伊沢見総兵為長が、神殿開発のために、武蔵国に付審した、寛外農業用水のことである。名前の通り、寛外用ため池であった、三沼マたの代替用水路であった。流路は、現在の埼玉県行田市付近の利根川より取水され、 東園大用水路は東京都足立区、西園大用水路は埼玉県埼玉市南区に至る。埼玉、東京の河西用水路、愛知県の明治用水と並び、日本三大農業用水と称されている。疎水百選にも選定され、灌漑施設遺産に登録されている。江戸時代初期、関東軍大であった稲忠田田春は荒川下流の地水や、 神殿開発を目的として、現在の元荒川を流れていた荒川を入間川へ付け替える工事を行った。同時期に、利根川も流路太平洋へと付け替える利根川当選事業が行われており、これらの川の付け替えは、元の流域周辺の水不足を招く恐れがあった。そこで、周囲の灌溉用水を確保するため、1629年、稲忠田田春は、 天領浦和領内の川筋、現、芝川にあたるおせき止める形で、長さ約870メートル、八丁の八丁包み、八丁堤とも、各、現、埼玉県埼玉市緑区の大間木付近と呼ばれる、堤防を築き、三沼田明、三沼、三沼田明とも角を作った。三沼田明の水は、桶川市末広を発する流れと桶川市小針領家を、 発する湧水などの他は、周囲の大地からの排水の流入しかなく、土砂の流入で、ためいの貯水能力は次第に低下していった。さらに1675年、遠方3年には、ためいの一部が入江神殿として観拓されるなど、見沼ためい周囲の神殿開発が活発化すると、水不足が深刻となった。水不足に悩む村々ではしばしば、 水路武神の陳情を行っていた。元独年間に岩月藩や押し藩の協議で荒川より見沼に水を引き入れる案が練られ、一部では測量をも行われた。この時の設計は絵図としても残っている。しかしこの案は関東軍隊の伊那藩左衛門が治水場の問題を理由に強行に反対したため、頓挫してしまった。一方で入江神殿は、 水不足に悩む村々から、打ち壊しの訴状が提出されて、一時期は新田を、見沼ためいに戻されてしまった。徳川吉宗が八大将軍として、紀州藩から江戸に入ると、教法の改革が始まった。幕府の財政立て直しのための増収策として、1722年、教法7年に、神殿開発奨励策が示され、新田開発が本格化した。 幕府のお膝元であった武蔵国でも新田の開発が活発化した。武蔵国の東部、現在の埼玉市東部あたりにあったミ沼溜をはじめ、多くの灌漑用の溜メが存在したが、ここを神殿として開拓することが決められた。また大用水の代わりとなる農業用水を利根川から供給することになった。吉宗に従い、奇襲藩士から爆心になり、 環状銀未役格の職が与えられたい、沢見宗兵衛ため長に対して、1725年、教法10年に、三沼ための官宅の検討が命じられた。水不足に悩む村々がある一方で、三沼ためを利用していた、浦和寮、安行寮、利ネリなどの村々は、幕府のためい干拓と、水路建設に対して強い反対の立場を取った。伊沢が、 現地調査を行うようになると、反対派の村々は以下の疑問点を挙げ、幕府に対して、干拓事業撤回の訴状を提出した。また、ミヌマタに住む竜人の化身の美女が現れ、ミヌマ干拓の撤回を愛願するという内容の、ミヌの竜人などの多くのミヌに関する現象も、この時期に作られたと言われている。しかし、ミヌマの干拓は、決定事項であるとされ、 幕府の勘定奉行名で訴訟は却下された。このため反対していた村々は負担軽減に切り替えることを余儀なくされた。1726年、教法11年、不信役の安田田左衛門により測量が始められた。大洋水の建設は、文字通り、見沼田メインの代替となる水路の建設であったが、同時に、見沼以外の洋水路流域周辺の沼地を、 干拓する壮大な計画であった。伊沢渡る総兵は周囲を調査し、利根川や荒川の治水も考慮して、埼玉郡から足立郡を抜ける約 80km20 里の冠水路に加え、高沼用水路などの分流路も多数改作することで、流域周囲の沼地を干拓した後の水源とすることを計画した。用水は利根川から取水されることとなったが、 その場所は、現在の行田市にあった下中城村の地となった。この付近の都根川の流れは、水深が年間を通して安定していた。また、京方以前100年間の洪水時でも、包みの決壊したことがないなど、好条件が揃った場所であることが理由となった。現在の大洋水の取水口も江戸時代と、ほぼ同地点の都根大関であり、 当時の土木水準の高さをここからも伺い知ることができる。大洋水建設のための測量は、利根川からの上流川と、三沼多明から流れ出ていた芝川の下流川からの二手に分かれて進められた。測量は、水盛りと呼ばれた水準測量により行われ、三十軒、約五十五メートルにつき三寸、約九センチメートルの傾斜、すなわち約、約一、 611の勾配がつくように正確に進められた。その精度は当時としては極めて高く上流側と下流側からの測量が落ち合った地点では水路抵抗は2寸チメ6 c m の誤差しかなかったと伝わっている。また水路となる場所は既存の水田を避けてできるだけ未開の場所を選択し減水を防ぐため比較的地盤の硬い場所を選んで決められた。 測量がほぼ終わり、ミヌマタメ周囲の農業の水需要が減った1727年、教法12年9月から、水路の改作が始まった。工事は、水路沿いの村々にそれぞれ割り当てて受け負わせたが、工事に必要な木材や釘は、幕府より支給され、また、大工、石膏、タイヤなど技能を必要とする人員についても、幕府より派遣された。 下中城村の取り入れ口は、長さが約43.6メートル24間、幅が約3.6メートル2軒の木製のトイレで作られた。利根川から取り入れられた用水は、新たに建設された水路、見沼洗い筋、長さ約2.45キロメートルを下り、星川に合流させた。星川内は流路を回収して使用した。星川と大用水は、 現在の区域市部長で分流し、星川側に16県石、大洋水側に8県石がそれぞれ設けられた、詳しくは後述。星川と分かれた水路は、新たに改作された幅約6軒の水路を南下する。芝山、現在の白岡市で、元荒川と交差するが、元荒川と大洋水の高低差があるため、福古市、伏せ古市、詳しくは、後述で、元荒川を超える。 工事当時の元荒川は湾曲した流れになっていたため、元荒川の流路の湾曲を正す工事も行われた。また、元荒川の交差には、通船のための、県和体、掛け問い、詳しくは工実も作られた。しかしこの県和体は1760年、法歴10年に、水害のため大橋、取り壊された。さらに、大宮大地、蓮田市大の縁に、新設の水路を降り、 河原武器村、現在の上吉では、綾瀬川と交差するが、ここでは、県和帯で綾瀬川を越える。県和帯の前後は水位を維持するため森土を築き、その天場に水路を通している。綾瀬川周囲は、低地湿地となっており、最も難工事であった場所と考えられている。綾瀬川を越えたところで、流路は、見沼大洋水桃園と、見沼大洋水生園の二手に分かれる。 しかしこの県和体も1961年、昭和三十六年に、福越に改められて取り壊され、流路の分流も、綾瀬川を越える手前になった。遺構としてかけ、和体の一部が残されている。東園大用水路は、見沼のあった東側の大地、鳩ヶ谷市第の縁を沿うように東側へ進み、八丁、堤津津まで達した。ここから、旧来の見沼ために接続されていた矢子だ。 トネリなどへの農業水路に接続された。仙台用水路は、東園同様に、見沼のあった西側の大地、浦和大宮次第の園を沿うように南下し、八丁、堤まで達した。ここから、旧来の見沼溜めに接続されていた、浦和、戸田、笹目などの領地を考えする水路へ付け替えられた。大用水路の改作とともに、 水ヌ名の干拓も同時に行われた。まず、芝川の荒川への刷口からの川幅拡張が行われ、八丁包みまでの水路が延長された。その後、八丁堤を開いて、ためイの水を排出した。あとの1731年には、荒川からの逆流を防ぐため、芝川刷毛口逆水飛門が設置された。これだけの大規模工事にもかかわらず、 用水路の完成は着工から約5ヶ月後の1728年2月で3月には利根川より水を流し込み用水路の利用が始まっている。建設に関わった作業者は延べ90万人と言われ、幕府の支出した工事費用は賃金が約1万5千両、工作物が5千両で総額約2万両に達した。しかし、 ミ沼ためメ跡地に神殿として1,175丁部、約1,160ヘクタールが打ち出され、毎年5,000国弱の年具米が、幕府の蔵に収められるようになった。詳しくは後日。徳川家が関東に入って、以来、代々にわたり武蔵国の河川土木不振を指揮していた。稲家の手法は、関東流と呼ばれ、戦国期の海の国主。 武田信玄が築いたと言われる信玄亭を作り上げた、甲州流に気があるとも言われる。これに対し、伊沢の取った手法は、奇襲流と呼ばれた。伊沢の取った奇襲流の土木手法として、取水と排水の分離が大きな特徴として挙げられるが、見沼大洋水でもこの特徴を見ることができる。見沼大洋水では、見沼跡の中央に、 芝川が北に延長する形で作られている。これは、東西の用水路から取り込んだ水を芝川に排水するためである。また、地形をうまく活かし大地と低地との境にある崖を天然の包みとして利用し、工事量を減らす工夫も見られる。見沼用水路は、水田等の灌溉目的であったが、年貢米などを江戸に運ぶ水路としても有用であった。七百三十年に、 神殿の打ち出しに貢献があった鈴木屋及び高田家の願い出により水運利用が許可された参考三沼通線。しかし、用水路は江戸まで直接繋がっていないため、大洋水と芝川を結ぶ運河である三沼通線堀掘りが1731年にやはり沢見総兵衛の手によって作られいる。大洋水と芝川との高度差は3メートルもあるため、 パナマ運河と同じ高門式運河で作られた。ミヌマ2船堀は同方式で日本最古のものと言われている。福腰、市、伏せ古市、伏せ市とは木や石の問を地中に埋め、逆サイフォ本の原理で交差する川をまたいで水を送る仕組みである。掛けと糸とは木製水道橋のことである。掛けとも呼ばれ、木で作った問いを支中で支え、交差する川をまたいで水を送る仕組みである。 綾瀬川との交差を、複越ではなく、建和帯としたのは、以下のような理由があると言われている。木星建和帯は、損傷が多く、おおむね10年ごとに掛け替えられていたが、1906年、明治39年の元入りの改造後の水量の増加に耐えられず、漏水や腐食が著しかったため、1907年、 明治40年4月改築工事に着手され、翌年3月に完成し、株工や翼壁は、レンガ造り、上辺匠、橋桁は、鉄製に改造されている。しかしこの係か,かりといも1910年、明治43年8月の洪水による旋屈で、破壊されている。また、1926年、大正15年には、漏水止めのコンクリート脱設工事が行われている。 なお、県和帯ではないが、見沼大洋水が水域の上部を通る箇所があり、行田市に所在する荒木サイフォンで武蔵水路と交差し、青煙洋水では埼玉市に所在する砂の復越で芝川と交差したその上を流れている。十六軒石と八軒石は、星川と見沼大洋水路の分流地点にそれぞれ設けられた石である。両石ともに、 木造の石枠で、石枠の上に水圧で浮き上がらないように土橋をかけた、重度橋石枠と呼ばれる構造をとっている。石は、通常、水田に水が必要となる88夜から2020日までと、水運、通船を行うために大洋水に水が必要な期間は、16軒石を占め、8県石を開いて、大洋水路に水を流した。 それ以外の期間は16軒石を開き、8軒石を閉じて星川へ放流した。三沼大洋水の改作と並行して三沼マトは干拓された。埋め立てられた土地の総面積は1228丁部、約1218ヘクタールに及び、そのうちの1172丁部、約1160ヘクタールが神殿として打ち出された。 三沼ためい周辺の十七の村は工事受け負いと引き換えに神殿の村による開拓を願い出て許可された。一度、沼に戻された入江神殿も再び開拓された。また、三沼跡の一部については、江戸市中の商人三名に神殿開発の許可が下されたが、この権利は後にすべて山口や東西門に売り渡された。山口や東西門は、 ミヌマタメイで取れる行為を幕府に収めたこともあり、今夜東西門とも言われた。彼の干拓した神殿はその野号より、山口神殿、下山口神殿との名前で呼ばれるようになった。ミヌマタメイの他にも、用水路建設時には、大小八十余りの沼が点在していた。万葉集に、小崎の地として登場する現在の行田市にあった、咲玉沼をはじめ、楠沼。 小林沼、芝山沼などが、神殿開発の対象となった。沼の跡地には、見沼大用水などから分水路が、築かれた。これらの沼を干拓して打ち出された。太平洋戦争後、用水路の近内化が進んだ。まず用水の取り込み口には、1963年、昭和38年に、トネ大関が作られ、取水流量が正確に管理できるようになった。 代用水路も、1979年、昭和54年から、水資源開発公団、現、独立行政法人水資源機構などにより、開始された、埼玉愛口2期事業によって、五岩と道底のコンクリート化、桃園代用水路のうち、埼玉市緑区の南部両辻地内の斜面林がある、区間に関しては、埼玉緑のトラスト基金による、保全第一号地として、 コンクリート化を実施していないや、遊歩道、緑のヘルシーロードの整備などが進められた。1989年、平成元年には、西円大用水路より荒川へ送水する、荒川連絡水道専用水路、約 9.1km の地下トンネルが完成して、水道用水の取水が開始された。この水路は、埼玉市大宮区に、天沼用水機場を設置して、ここから、 埼玉市西区の荒川へ水を送るもので、武蔵水路を保管する役割を果たすものとなった。また、埼玉県は東京都に近く、このため工場進出や宅地化が進んだ。大洋水流域の水田も開発の需要が高まったが、一方で台風などが関東に上陸するたびに、大洋水周囲の水田が遊水地の役割を果たしていることを理由に、 開発消極派との意見対立が見られた。1965年、埼玉県は、見沼田んぼうのうち天洋方針と題した指針を制定した。内容は、八丁亭より、北から、埼玉県道64号浦和岩月線、現埼玉県道65号埼玉沙手線、付近まで町を維持するというものであった。1969年には、 三沼田んぼの取り扱いについてを制定したが、玄関政策などの煽りを受け、急校電が目立つようになってしまった。また、農家の高齢化も進み、土地所有者からは開発規制緩和の声も強いが、1995年に三沼三原則、三沼三原則補足に変わる新たな土地利用の基準とて、三沼田んぼの保全、活用、創造の基本方針を策定して、 規制を事実上継続することとなったこれを受けて、埼玉市は、見沼に100ヘクタールの公園緑地帯を創出させる、という見沼セントラルパーク構想を打ち出し、その手始めとして、浦和、大宮、与野、岩月の四四合併を象徴する公園を、大区内に、合併記念見沼公園として2007年、平成19年に開園した。その一方で、 人間の手を一切加えるのをやめて自然の湿地帯にするという意見もある。見沼大洋水公園の東京都足立区の部分のうち約1700メートルは1984年昭和59年に見沼大浸水公園として整備された。上流より楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。